と8枠の2頭マーチ投手を入ります。最後にアルタスウェイです。体勢整いました。さあゲートが開いた。何が行くんでしょうか。注目の先行争い70メートルを過ぎました。外の方から一気に10番アルタスウェイであります。アルタスウェイが鼻に立とうといったところですが、その内側から5番の CB キグナス、1番のハロープリンセスも行きました。ずっと先団が固まります。先頭に立っていますのは8枠の1頭であります。そして真ん中から1番のハロープリンセスが行きました。3番手に5番の CB キグナスであります。 CB キグナス3番手、そして4番手に6番のオグリキャップが続きます。オグリキャップの後ろには8番のユッキング、そして内の方に9番のマーチ投手です。中段からやや後ろ7番のダンシングスタンです。ダンシングスタンの外側から3番の東海シャークが行きました。東海シャーク後方から2頭目の位置、これが2番の藤野農団です。しんがりは4番のハートタイタンの体勢であります。 1,2 コーナーちょうど中間地点に差し掛かっています。先頭は10番のアルタスウェイでゴールまで800を切りました。向こう上面に入りました。1番のハロープリンセスが並んできました。ハロープリンセスが並びます。この2頭の後ろ3番手の位置に5番の CB キグナス、外側を回りまして6番のオグリキャップ、そして内の方から9番のマーチ投手を続いてゴールまで600を切りました。ずっとペースが上がります。第3コーナーカーブの手前、先頭はまだアルタスウェイであります。10番のアルタスウェイ、1番のハロープリンセスがほとんど並んでいます。外からじりじりと6番のオグリキャップ来ました。400標識通過。インコースからは9番のマーチ投手、そしてそのすぐ後ろを通りまして3番の東海シャーク行きました。さあ3、4コーナーの中間地点から第4コーナー、先頭は10番のアルタスウェイか、外の方から6番のオグリキャップ、そして赤い帽子、3番東海シャーク突っ込んできた。そして白いハロープリンセスも行きますが、ハロープリンセス遅れました。先頭は6番のオグリキャップ、そしてその後は9番ゴーリー、6番のオグリキャップ、9番のマーチ投手、3番東海シャーク、こういったところが続いた模様です。6番のオグリキャップ、9番マーチ投手、そして3番の東海シャーク。